こんにちは皆さん、テリチャンネルのテリです。いつも動画を見てくれてありがとう。今日はですね、アメリカと日本の国歌を完璧に歌った日本人の歌手のビデオを見ていきます。どんなビデオかな、楽しみです。では見ていきましょう。はい皆さん、3、2、1、 OK。スーパーボウル、NBA、NFL などアメリカを代表するスポーツ競技をはじめ、国の重要行事で欠かさず登場すること、それはアメリカの国歌をライブで歌うことです。当然ながら、数万人が見守る最高の行事の一つであるため、これを歌う歌手にとっては最高の栄光であり、そのためアメリカでも最高の歌手になるなら、アメリカ国歌斉唱は通らなければならない関門と考えられているそうです。しかし、伝説と呼ばれる歌手でさえ歌うのが難しい超高難度のアメリカ国歌は、無数のいろんなエピソードも生み出しました。歌詞を忘れるのはよくあることで、歌唱力で有名な歌手でさえ高音で音を外すミスをするなど、惨憺たる状況が起きたりもしました。時にはあまりにも凄惨な実力に静粛な表情で立っていた選手たちまで必死に笑いをこらえるほどです。彼らのステージがどうだったのか、ちょっと映像を見ていきましょう。見ていきましょう。そうか、すごい、テレビチェックした。クリスティナ・アギレラ、このように有名なアメリカの歌手さえ敬遠するアメリカの国歌なので、逆にこれを完璧にやり遂げれば、数十年が経った今でも多くの人々に語られるものです。そのような観点から、ホイットニー・ヒューストンが歌ったアメリカの国歌は25年が経った今でも世界中の人々に称賛されています。本当にすごい舞台でした。ところで、こんなアメリカの国歌を歌った日本の歌手がいたのをご存知ですか？彼女はまさに小柳ゆき。ものすごい歌唱力で認められている彼女が、2000年11月に東京ドームで行われたアメリカの大リーグオールスターチームと日本のオールスターチームとの試合で、アメリカ国歌と君が代を歌うことになりました。果たしてどんな舞台を見せ、数十年が経った今でもこの日の歌が話題になっているのか、映像で一度見てみましょう。はい、見てみましょう。
まずアメリカ、うん、結構ウィツニー・ヒューストンと近いですね。すごい。他国の国歌をこんなに綺麗に昇華するなんて、うん、本当にすごいとしか言いようがありません。実際当時アメリカでこの中継放送を視聴していた外国人は自国の有名な歌手さえ苦手としているこの曲をこんなに簡単で楽に歌い上げた日本の歌手の正体は誰と大騒ぎになったりしました。そしてその後続いた君が代はこの日の席に集まった全ての日本人の胸に響くほど完璧でした。本当に小さな体の日本の歌手が見せてくれた驚異的な実力に感嘆を送りながら今日はここで終わります。皆さんごきげんよう。うわー、めちゃくちゃすごかったよ本当に。ゆきさんすごいなー。Her voice was very strong, very smooth. アメリカ人にとってもアメリカの国歌が歌うのはめちゃくちゃ難しいですけど、本当にすごく簡単で歌いましたな。日本の国歌もすごく難しいといっぱい人から聞きましたよ。そして I tried also singing it and it was very hard for me. だから彼女はどっちでもそんなにうまいなのでめちゃくちゃ嬉しいです。本当に I want to have that kind of magnificent voice because I love singing so much but I don't haveThat good voice, professional voice, but I want to be like her so much. It was really amazing to watch. I am sure that all the people who listen her song would be thrilled on the stadium because it was such a strong and beautiful voice. では今日のビデオはここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次のビデオでお会いしましょう。またねー。